で新 AI にはめられ、津軽峰と由比ヶ浜で殺害された畠山重忠、重康不死についてお話します。1203年11月8日、鎌倉幕府が謀反を防ぐことを意図し、平賀朝雅を京都守護に就任させるために京都に派遣します。平賀は第118代武蔵守を罷免され、その後一条高吉に代わり、第4代京都守護に就任しました。1203年12月19日、鎌倉幕府が以下の寺社奉行を定めます。まず鶴岡八幡宮司が北条義時、和田義盛、清原の清貞、そして、象徴寺院が大江の広元、小山智政、宗高直かな読み方。次に洋福寺ですね、畠山重忠、三浦義村、三好の屋敷を。そして阿弥陀堂、洋福寺南堂ですね、北条時房、山田重弘、足立東元。そして薬師堂、洋福寺の北堂かな、大江の近広、千葉常秀、二階堂幸政、そして法華堂が足立景盛、結城智光、中条家長ですね。1203年12月27日、宮本の実朝が大倉御所の場で、小朝がけを行います。大山智政と和田義盛が指導を手助けを担当しました。北条時政は大山和田に対し褒美としてそれぞれに馬を与えました。1204年2月20日、京都にて北条時政が畠山重忠と戦い敗北し、山中に隠れた。大江の広元はすでに殺害されているという誤報が流れます。1204年3月1日、藤原の定家のもとに畠山重忠が挙兵し、大倉御所を攻めた。北条時政と中原広元が狙われたという風聞が入ります。これ大江の広元じゃないの多分。これを受けて藤原は西園寺金常の屋敷を訪れ、この風聞の真偽について確認しました。西園寺は鎌倉からまだ情報は届いていないが、平賀朝雅が言うには関東における騒乱の情報は入っていないとのことだという趣旨の返答をしました。藤原は陰陽師などの占いでも同様の結果が出ており、これは天狗の仕業であるとしました。ちょっとここ中原の広元、これ調べておきますね。またホームページで修正しておきます。多分これ大江の広元のことだと思うんだけど。1204年8月30日、鎌倉幕府が源実朝の正室を後鳥羽上皇の外祖かな、坊門、信清の娘、八条善美とし、京都から迎えることを決定します。当初は足利義兼の娘が候補に上がっていましたが、源実は拒否し朝廷に打診していました。西八条、外宿の坊門信清ですね。1204年11月7日、以下の人間が西八条善美を迎えるために京都へ向けて鎌倉を出発します。北条時政、四男の北条政範、結城智光の長男結城智広、千葉常秀、畠山重忠の六男の畠山重康、八田智恵の六男の八田智直、和田恒盛の長男の和田智盛、土井実平の息子土井惟光、笠井清重の十男の笠井清信、沢田義貫の長男の沢田景貫、多々良昭宗、長江義景、宇佐美助吉、佐々木盛綱の三男の佐々木盛末、南条平次、安西四郎ですね。道中正範、北条正範は病を患いましたと。女子がおかしい。病を。はい。1204年11月25日、北条時政一行は上洛します。1204年11月26日、平賀朝雅の六角党員邸にて、前日に上洛した北条時政一行を歓迎する酒宴が開かれます。その席で平賀と畠山重康が口論となりましたが、周囲の人間が取りなしました。1204年11月27日、北条政範が病により死去します。1204年11月28日、北条政範が東山部、現在の大阪府豊野郡、野瀬町山部に葬られます。
1209年12月5日、北条政範死去の報告が鎌倉幕府にもたらされます。北条時政と北条時政の系室の牧の方は悲嘆に暮れました。1205年1月1日、西八条前儀が鎌倉に到着します。1205年1月9日、明暗英才が北条政子は何とで書かせた七観音図の供養の同志を務めます。1205年5月1日、北条時政は稲毛市内にありを鎌倉に呼び寄せています。1205年6月14日、五字文字菩薩の供養が大倉御所にて執り行われます。明暗英才は同志を務めました。1205年7月7日、稲毛重成が鎌倉で騒ぎがあると聞いて畠山を教えただが、以下の人間を含む134騎を引き、菅谷間、現在の埼玉県引き軍、乱座町から鎌倉へ向けて出発します。重忠の次男の畠山重秀、本田近常、重忠と四兄弟である半沢成清ですね。1205年7月8日、稲毛重成に呼び寄せられた畠山重康が鎌倉に到着します。1205年7月9日、平賀朝雅が牧の方に、畠山重康から悪口を言われたと懺言します。牧の方は、これは畠山重忠、重康の謀反の表れであると北条時政に訴えました。時政は北条義時、北条時房、息子ですね、の以下2名に重忠征伐を告げました。義時と時房は、重忠は1280年ですね、これ。最近すぎるだろ、これ。1180年。あれ。ちょっと待てよ。これ消すのどうやん。これなんで、あ、これ。80年の宮本頼朝の挙兵以来、注意を尽くしています。頼朝もその志を鑑みて息子たちを守護するよう丁寧に頼んでいます。源頼朝、頼家の味方であったにもかかわらず、比企能員征伐にて、我々に味方してくれたのは、重忠の性質が我々の兄弟であるという義理を重んじたからです。それなのに何を理由に謀反を加えてるでしょうか。もし重忠の度々の勲功を無視して征伐すれば後悔することになります。ことの真偽を確認してからでも遅くはありません。という趣旨の発言をしました。しかし、牧の方の意向により、牧の方の兄、大岡時親が義時の屋敷を訪れ、大岡は、私が、警護であるがゆえに反対しているのではないか。重忠の謀反はすでに発覚していることで、重忠の功績は功績であるが、陰謀は陰謀である。将軍のため、世のために、時政が伝えたにもかかわらず、貴殿は重忠に代わって、悪巧みをごまかそうとしている。という趣旨の牧の方の意見を伝えました。最終的に義時、時房は時政に従わるを得ず、重忠征伐に同意しました。さらに、時政は、稲毛重成にも、重忠征伐について話し、源実朝にも同様に訴え、源は同意しました。というか、実朝はもう同意せざるを得ないよね、立場的にね。1205年7月10日、早朝、北条時政の指示が、三浦義村、佐久間家村に下され、由比ヶ浜に兵が集結します。16時、開成であったこの時、稲毛重成に招かれた畠山重康が、老中3名と共に由比ヶ浜に到着しました。畠山は何の警戒心も持たず、三浦に近づきました。そこに佐久間たちが畠山の馬を包囲し、畠山を老中もろとも殺害しました。1205年7月11日、北条義時が鎌倉に帰還します。北条時政が義時に戦いの様子を尋ねると、義時は、重忠の弟や親類はよそへ赴いていました。従っていたのはわずかに100騎ほど。重忠の方を加えたというのは虚言である。懺悔によって征伐されたのは不便極まりない。首実験で重忠を見たとき、涙を止めることはできませんでした。という趣旨の発言をしました。時政は何も言えませんでした。1205年7月11日、夕方、三浦義村などが、なんていうのこれ。軽視がやつかな。
長所寺、明治の神奈川県鎌倉市大木座付近にて、半谷重友、半谷重友の長男の半谷重末、半谷重友の次男の半谷重秀氏を殺害します。またこの日曜日重成は大川と雪本かなに、稲毛の長男小沢重政は宇佐美助村にそれぞれ殺害されました。はい、ちょっとねこの4月11日この統一に関してねちょっと省略してます。詳細が見たい方はホームページへご覧ください。ホームページをご覧ください。以上です。